8。奈良の都にはまだ時折四季と言われた石垣を残している家の見かけられた頃である。たびたびの大城官府でそれを家の周りに作ることが禁じられてきた。今では宮廷より他には四季を完全に取り回した豪族の家などは翌々の地方でない限りは見つからなくなっているはずなのである。それに一つは宮廷の御在所が御一代御一代に変わっていた千数百年の歴史の後に、飛鳥の都は宮殿の位置こそ数丁の間をあちこちせられたが、同じ山が一体のうちにあった。それでおおよそ都移しのなかった形になったので、後から後から地割りができて、相応な途上の姿は備えていった。その数丁の間に旧族の屋敷はだんだん家構えが整うてきた。葛城に元のままの家を持っていて、都とともに一夜限りの屋敷を構えていた蘇我の臣なども、飛鳥の都では次第に家づくりを広げていって、四季なども高く幾重にも取り回して、およそ永久の立ちづくりをした。それと同じような気持ちから、どの宇治でも大なり小なり、そうした四季づくりの屋敷を構えるようになっていった。蘇我の臣人流れで最も栄えた島の王と土家の滅びた自分から、四季の構えは止められだした。この国の始まり、天から授けられたという宮廷に伝わる神の御言葉に背くものは今もなかったが、書いた者の力はそれがどのように由緒のあるものでも、それほどの威力を感じるに至らぬ時代がまだ続いていた。その飛鳥の都も、高輪の原広野姫の御事様のおぼし召しで、それから一里北の藤井ヶ原に移され、藤原の都と名を変えて、新しいもろこし用のきららしさを尽くした宮殿が立ち並ぶようになった。近い飛鳥から今木の駒馬にまたがって、馬上で通う田割れをもあるにはあったが、多くはやはり、詐欺巣の坂の北、かぐ山のふもとから西へ、新しく地割りせられた形状の町々に屋敷を構え、家づくりをした。その次の御代になっても、藤原の都は日に増し、宮殿が建てまされていって、ここを常宮とあすばすおぼし召しが伺われた。その安堵の心から、家々の外には四季を回す者がまたぼつぼつ出てきた。そうしてその流行り風俗がみるみるうちに、また宇治宇治の族長の家囲いをあらかた石にしてしまった。その頃になって、アメ・マムネ・トヨ王子の御事様がお隠れになり、ミオやヤマト猫・アマツミオ・トヨ国ナス姫の大御事様がお立ち遊ばした。その4年目、思いもかけず、奈良の都に宮移しがあった。ところがまるで追っかけるように、藤原の宮はもとより目抜きの家並みが不意の出火で、それこそあっという間に跡形もなく空のものとなってしまった。もうこの頃になると、太政官府にさらに厳しい言葉気がついて出ずとも、宇治宇治の人は皆目の前の素早い人事自然の工作した天辺に目を見張るばかりであったので、久しい四季の問題もそれで解決がついていった。古い宇治巣城を言い立てて、神尾以来の家職の神聖を誇った者どもは、その家職自身が新しい藤原奈良の都には次第に意味を失ってきていることに気がついていなかった。最も早くそこに心づいた姫の祖父短歌以降などは、古き神秘を誇ってきた家職を松代まで伝えるために別に家を建てて中富の名を保とうとした。そうして自分、子供ら、孫たちというふうに
いち早く新しい司人の生活に入り立っていった。今年四十を二つ三つ超えたばかりの大友のやかもちは、父旅人のその年頃よりはもっと優れた男ぶりであった。しかし世の中はもうすっかり変わっていた。見るもの触るもの、彼の心をイラつかせる種にならぬものはなかった。短歌以降の後百年前に実行していることに、今初めて自分の心づいたおぞましさが憤らずにいられなかった。そうして自分と同じ風の成功の人の成り行きをまざまざ顧みて、立然とした。現に時に誇る藤原人でも、まだ昔風の夢になずんでいた南家の横波及大臣は、先おととし、院具合の卒に落とされて、太宰院具合の卒に落とされて、都を離れた。そうして今は、何話で謹慎しているではないか。自分の親旅人も30年前に踏んだ道である。世間の宇治の神家の主は、大方も四季など築き回して大門小門をつなぐといった要害と装飾とに興味を失いかけているのに、何とした自分だ。俺はまだ現にできるなら宮廷のお目こぼしをいただいて、医師に囲われた家の中で家の子供を集め、宇治人たちを呼び集えて湯場に精霊させ、矛行け立ち書きに出征させようといったことを空想している。そうして年々頻繁に宇治神、その他の神々を祀っている。その度ごとに家の語り部、大友の語りやっこのおむなたちを呼んで、これに捕まえどころもない昔世の物語を指して宇治人に傾聴を敷いている。なんだか空なことに力を入れていたように思えてならぬ寂しさだ。だがその宇治神祭りや祭りのご縁に大勢の宇治人の集まることは、とりわけやかましく言われてきた3、4年以来のハットである。こんなため息を漏らしながら、大友氏の古い習わしを守って、どこまでも宮廷守護のための武道の伝習に努めるほかはないやかもちだったのである。越中の神として踏み歩いた腰地の泥の方が、まだむかばきから落ちきらぬうちに、もうまた都を離れなければならぬ時の迫っているような気がしていた。その中、この梁のむしろの上で、兵部醤油からは、兵部醤油から大夫に昇進した。兵部省から太夫に昇進した。そのことすら、ますます脅迫感を強める方にばかり働いた。今年5月にもなれば、東大寺の四天王像の開眼が行われるはずで、奈良の都の貴族たちには、すでに寺から打ち身を願ってきていた。そうして忙しい世の中にも、しばらくはその評判が、すべてのいざこざを押し沈めるほどに、人の心を浮き立たした。本庁出来の像としては、まずこれほどものすごい天部の姿を拝んだことは初めてだというものもあった。神代の荒神たちもこんな形相で終わりだったろうという噂も聞かれた。まだ公の供養も済まぬのに、人の口はうるさいほど頻繁に流説を振りまいていた。あの多聞天と広目天との顔つきに思い当たるものはないかというのであった。これはここだけの話だよと言って話したのが、次第に広まってやかもちの耳までも聞こえてきた。なるほど、憤怒の層も凄まじいには凄まじいが、あれがどうも闘魂大山と一だと言われる男たちの顔そのままだというのである。奇人は言わぬ、そうこういう種類の噂は、得て友をして見てきた道々の博士たちといった心さもしいものの言いそうなことである。多聞天は大使恵美中継、大使藤原の恵美中継だ。
あのニューアナ、50を越してもまだ30代の美しさを失わぬあの方が、近頃怒りっぽくなって、よく果敢や使い人を叱るようになった。あの馬し人がどうしてこんな顔つきになるだろうと思われる表情をすることがある。その面持ちそっくりだともっともらしい言い分なのである。そういえばあの方が若盛りに矛行きを転んで今にもことあれかしといった顔で立派な鎧をつけてのっしのっしと長いものをついて歩かれたお姿があれを見ていてちらつくようだなどと相槌を打つ者も出てきた。それでは項目店の方はというと、さあそれがのと誰に言わせてもちょっと言い渋るように困った顔をしてみせる。実はほんの人の噂だがの、噂だから保証はできぬがの、義円僧正の弟子の道教法師に似てるぞなというがや、けど他人人に言わせるとあれはもう20幾年にもなるかいや。尽くしで打たれなされた前太宰の将に藤原の広次の殿に小打つしじゃとも言うがいよ。わしにもどちらとも言えんがの、どうでも見たことのあるお人に似ていさっしゃるには似ていさっしゃるげな。何しろこの二つの天部が互いに敵視するような目つきで睨み合っている。噂を気にした従僚たちがいろいろに置き換えてみたが、どの隅からでも互いに相手の姿をまなじりを裂いて見つめている。とうとう諦めて自然に取り沙汰の消えるのを待つより仕方がないと思うようになったという。もしや天下に大乱でも起きなければええが。こんなささやきはいつまでも続きそうに時とともに生まずに語られた。千勝に殿でなくて遊戯神保寺の方であってくれればいっそ安心だがな、あれならことを起こしそうな坊主でもなし、起こしたくても起こせる身分でもないじゃまで。言いたい放題なことを言っている人々もたったこの一つの話題を持ち上げ始めた頃、噂の中の大師恵美の和尊の名の横破棄家のいらつめが神隠しに覆ったという人の口の葉に筋風を起こすような事件が湧き上がったのである。